こんばんは。第3回になりました。大好評の11復習2週間チャレンジ、みんな頑張って毎回満点取れてるでしょうか。今は午前中の10時40分ですね。こんな早い時間から先生も頑張ってるので、君らも頑張ってください。いよいよ第3回目は、まあ、中1の中でもちょっと引っかかりやすい単元の3単元の S というのをやりますね。3単元の S ですね。3単元の S っていうのは何ですかって話になりますと、そうだな、3人称単数現在というものがありまして、これを、まあ、3人称単数現在の S と。3人称っていうのは私とあなた以外になりますから、まあ、彼女とか彼とか he とか she とか友とか my father とか出てきたら、これに当たると思ってくださいね。三人称。私とあなたじゃない誰か。で、主語が一人一つの時、例えば彼らだったら、私とあなたじゃないけど、複数いるので、これには当てはまらない。だから、三だけでつかないですね。それから、ポチとか、町ね、例えば、山中タウンとかも全部これに当てはまりますね。単数になるので。で、現在形の時だけ使うと。まあ、現在形の時しか使わないので、日常で使うことってそんなないんですけどね。そういう時には動詞に S をつけましょうっていう形ですね。だから、I play だったのに、can だったら can play になるわけですね。っていう簡単なことです。で、この S の付け方にちょっとルールがいくつかあったりとかしてね、まあ、よく出るのは、スタディの場合は、スタディは Y を I に変えて ES つけましょうね。スタディーズみたいなやつね。またこれ、トライズとかもそうなるんですけど、こんなそんな数ないんですね。あとは、Watch だったら、これに S つけると Watches になっちゃうんで、ES つけて Watches っていう形にしましょうねっていう ES つけるパターンとかあります。で、この細かくやっていくとキリがないので、まあ、私とあなた以外で一人の人が主語の時は、動詞に S つけるよねってことをまず覚えておいてください。それから、前回やった一般動詞の時に、疑問文は do を使いましたか？それの代わりに does ですね。does あまり読めない。ド S とか言ってるんです。ド S じゃないですかね。does ですね。で、否定文は don't だったのに、これの代わりに doesn't を使いましょうねということになってます。だから、動詞に S をつけるということと、この does, doesn't だけ今日の単元はできませんということになります。で、今日も一緒に、チャレンジしていってください。ちょっと待ってくださいね。ミーティングに参加します。こんなもんちゃんとやっときゃいいんですけどね。まあ、こういうところはね、適当というか、これ一発テイクで撮ってる。一発テイクで撮ってるのでね、なかなかね、厳しいんですよ。厳しいというか、まあ、そうですね、こういうふうに、ピンということで、さてと。これで参加が2人になりましたね。共同数にしましょうね。はい。それでは、私の方のこれは、ビデオを停止して、コンテンツを共有していきましょうね。もうすぐ画面が切り替わりますので、ノートと鉛筆を用意してお待ちください。ですね。ビヨビヨ。はい、じゃあいつものように、5問移しましたので、ノートに1から5まで番号を書いて1行空けて英作文を開始してください。スタートと言ったら始めてくださいね。で、書き終わったら、一旦停止を解除して次の5問に行ってください。今日言った今回はまあおまけというか簡単に一応全部3単元の S の文だけ上げてますんで、これ復習の時にごっちゃにしたものを出すた時にちゃんとそれが見分けられるかどうかが大事なんです。とりあえず今回は、3単元の S 覚えてもらいたいので全部3単元の S の文だと、思ってやっててください。必ず S がつくか does を使うかどちらかになります。それでは始めてください。スタート。
ということで、いけましたか？そうか、これが邪魔なんだ。今度いいですね、すいません。続いて残りの、5問いきますね。6から10までいきます。はい、後半スタートです。一旦停止ボタンを押しておいてください。はい。じゃあ、できましたね。じゃあ、楽しく答え合わせやっていきましょうね。かかりませんでしたかね。はい、赤ペン準備して。まあ、1回目も毎回言いますけども、解説聞かないでやってください。2回目、3回目、間違えた人は特によく解説聞いてくださいね。はい、じゃあ、行きます。ピュ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 。まず、ユミですね。んで、勉強します。スタディ3単元の S いりますね。Y を I に変えて ES。これよく出るんで最初に出しました。ほんで、英語だから English。大文字ですね。んで、Every Day。Every と Day は必ず隙間を空けるように。くっつけて Every Day っていう単語もあるんですけど、その場合意味が違って日常のとかいう意味になっちゃうんで、例えば Every Day English とかいうその形容詞になっちゃうんでね、話して書いてください。次に、あなたのお母さんは英語を話しますか？疑問文になってますね。Does から書きましょう。Does your mother? これね、早く喋られない。Does your mother? っていう形で聞かれてくるんですね。Does your mother speak? で、ここは前に、ここにもう3単元の S、疑問文で使ってるんで、後ろは使わないですね。Speak で S をつけないということに気をつけましょうね。ここ S いらないですよ。Speak English. クエスチョンマーク。で、毎回言うように、聞かれたもので答えるので、does で聞かれたので、does で答えましょう。Yes, she does. ですね。素晴らしい。なんという。汚い字ですけど、味があっていいですね。次、彼は時々、はい、時々出ましたね。この場所気をつけましょうね。彼だから、he 書きましょう。時々とか頻度を表す always とか usually とか sometimes は必ず一般動詞の前に置きましょうね。sometimes も some と time を離さないでおまけに s sometimes。で、車を運転するは drive ですけど、drive につけて drives。で、a car と書くか、あるいはここ his car でもいいですよね。彼女はあなたを好きではありません。まあ、嫌われてますね。言われたら辛いやつですね。She ですね。はい、否定文なんで、doesn't 使いましょう。does not でもいいですけど、doesn't。the like。で、あなたをだから you ですね。簡単。ここまで全問正解いけましたかね。はい、5番いきます。はい、何が欲しいのですかって、こう、イエスので答えられないときは疑問詞になりますね。what? んで、お約束の does。で、あなたの弟で your brother。does your brother ですね。で、欲しいだから want。で、クエスチョンマーク。what does your brother want? ですね。クリスマスに聞かれそうですね。なんかね。次、彼は新しい自転車が欲しいのですと言ってるんで、he wants。ここね、忘れないようにね、これやってるから、今日はここですからね。He wants. で、新しい自転車は数えられるので、あを忘れないように。a new, これ W ね。バイク。それはオーストラリアの友人の息子さんがね、I bought a new bike って言ってたんで、新しい自転車があったらおめでとうったら、ガチのバイクでしたね。バイクといっても、バイスコーじゃなくて、モート最高でしたね。結構びっくりしました。次、ポチは魚を食べますか？ポチも一匹なんで、で、3単元ですの疑問文、does ポチ。で、ポチは大文字ですね。固有名詞なんでね。ほんで、ハーブ。食べるはハーブでもいいし、イートでもいいです。ほんで、魚はフィッシュですね。フィッシュは複数形もフィッシュって、フィッシュです。次、ノーですね。はい、ここで主語はポチなので、人間ではないので、イート使いましょうね。まあ、オスだとか分かってる場合、he 使っても間違っちゃいないんですけど、まあまあ普通 it 使いましょうね。No, it doesn't.
ノーの場合は、ここで1回ノーって言ってるんだけど、後ろも否定文にするというこのルールね。2回しっかりと、not をつけるというか、ノーをつけるというかね。No, it doesn't ですね。次。かがし。かがしですね。かがし。かが、大文字ですよ。city ね。かがしですね。持ってますは have ですけども、3単元の S の付き方が特徴的で has になりますね。have ずにしないようにね。ほんで、多くの祭りはフェスティバルでいいですね。で、ここは many、数えられるんで many でもいいし、a lot ってよく使うやつね。で、フェスティバル。で、複数形ですね。多くの祭りだから、祭りを複数形にして S をつけるのを忘れないように。カガ City has a lot of festival と書いて、バウルズかと書いてあれば正解になります。次。彼のお父さんは釣りに行きません。まあ、アウトドアじゃない人もいますよね。He's ですね。彼のお父さん、father。行かないので、does not でもいいですね。doesn't go. はい。何々に行くっていうのは、go ing 使う。go shopping とか、go fishing とか、そういうの多いんで、これ覚えておきましょうね。Go fishing。はい、ラスト。ゆりは毎日テレビを見ます。はい、ゆり。これ、watch ですね。これはさっき言ったように watches になります。es をつけてくださいね。watches TV。で、every と間開けて day で終了になります。ということで、今日もこれで10問は終了しました。必ず全問書けるようになるまで何回も繰り返しやってください。で、まあ、YouTube の動画なんで繰り返し見られるので、忘れた頃にもう一回一から順番に見ていくのもいいでしょう。ね。ということで、今日も久保田先生、朝から頑張って動画作ってますんで、君らも眠いかもしれないけど、夜頑張って解いてくださいね。できれば、まあ、親御さんと一緒に見て、保護者の方も隣で勉強している姿を見るんじゃなくて、自分もペン取って書いてみてくださいね。大人になっても勉強は楽しいし、子供に負けても恥ずかしいことではないので、学ぶという姿勢を見せることが一番の教育だと思いますので、親御さんの方もチャレンジしてみてください。じゃあ、今日はこっち一応落としてから挨拶しておきましょうかね。トゥ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 。じゃあ、今日もありがとうございました。また、それから、これから以降、概要欄の方、この動画の YouTube の概要欄の方に次の動画のリンクを貼っておきますんで、見ておいてください。ということで、まあ、本当に貼ってるか貼ってない場合は、翌日見てください。その日のうちには必ず貼っておきます。ということで終わります。またね。トゥ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 。